こんにちは、四国メタンです。こんにちは、手洗いうがい済んだもんなのだ。本日のニュースはこちら。福岡、インフル警報10周目、感染ネット。福岡県は12月1日よりインフルエンザ警報が発令されており、2月1日に10週連続インフルエンザ警報が継続されました。警報発令って言われてもピンとこないのだ。インフルエンザ警報は1つの病院で1日に30人の感染者で発令されるわ。今週は佐原区で1病院あたり71人の感染が診断されたそうよ。警報基準を倍超えてるのはさすがにヤバいのだ。インフルエンザもだけれど、オートゲリやノロウイルスも感染者が増えてるから、肘までの手洗いとマスクの着用がおすすめよ。以上、子供が中心の感染ニュースでした。続いてのニュースです。北九州、チラシ不法投棄、チリも積もれば。去年4月、小倉北区浅野出海の中にチラシが捨てられていると情報が多数寄せられ、門司海上保安部が海底を捜査したところ、重さ900キロ分のチラシ束が発見。チラシ投函のバイトをしていた70代男性が逮捕されました。900キロってほぼ1トンなのだ。動物に例えるとキリン1頭分。約3年間にわたって不法投棄を続けていたそうよ。よく3年間も割れずに破棄できたのだ。新聞配達は早朝4時が基本だから人目につかなったそうよ。バイト代も受け取っているから詐欺罪が余罪で追加されそうね。破棄する場所を分散すれば問題にならなかった件について、皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。